はい、ということでおはようございます。8月24日ですね。いや今日もね、あの宮崎の上から延岡だったかな、どこまで移動しようかなと思いますね。いや桜島ね、まあ、雲が出てて昨日と同じく残念ながら見えないですけども、まあ、雨降らないみたいなんで、雨降らないだけマシかなと思いますね。で指宿まで行って、でそっからフェリーでね、右側っていうか東側か渡ろうかなと思うんですけど、その指宿のね山川港かな、そこがね朝の10時からなんですよ、船の出港が。それ逃すとね昼の1時ともなるんで、もうねすぐ出ないといけないですね。ということでご飯食べてすぐ出ます。はい、で本日の朝食はねこんな感じになってますね。僕ね納豆めっちゃ好きなんですよ。あと冷ややっこも結構好きなんで、うん、でご飯もね結構大盛り食べました。やっぱし普段ね朝ご飯食べないんでパンしか食べれないんでね、やっぱご飯はやっぱしいいですね。うん、パンかねご飯で選べたんですけども、やっぱしね旅行の時はね必ず僕はねご飯をね選択してますね。はい、で本日もね天気がねそこまで良くないんですけども、指宿スカイラインかなを通って一番南側に行こうかなと思いますね。で道中の道路もねやっぱ早朝に出てるっていうこともあって、渋滞なくね、スムーズに、通ることができましたね。はい、で指宿スカイラインね、走ってますけども、あのねナビの設定がおかしかったのか何なのか、全く違うところにね案内されて、で先ほども言ったように10時半までかなに着かないとね間に合わないんで、ちょっとそこでね結構時間ロスしてしまって、展望台とかも行きたかったんですけども、展望台なしでねもう直で、港まで行こうかなと思いますね。うん、で指宿スカイラインの出口出てねしばらく走ってるとね、こういう道がねあってね、かなりこれ3車線かな2車線か、うん、かなり広々とね走れますね。うん、でやっぱしねここもね霧みたいな感じでね、うん、ちょっと雨降るんじゃないかっていうね、すごいビクビクしながら走ってました。うん、でもねここの道路はね結構ほんと広くてねめっちゃ走りやすかったですね。うん、ここもねライダーがね、旅行の時に必ず行きたいツーリングスポットになってるんで、まあ、興味がある方はね、まあ、指宿スカイラインとかの近くに行くとこういったね走りができるんで、まあ、天気いいとねかなりいいんじゃないかなと思いますね。うん、はい、でもうすぐね、港に着きますね。山川港かな。はい、はい、ということでね、フェリー南急に乗るために山川港に到着しました。ここからですね、ねじめ港かな、はい、かなり漢字難しいんですけども、そこまでね行こうかなと思います。はい、で平日に来たんで、まあ、全然ね、乗れそうですね。うん、混んでるとね次の便とかなってしまうんで、これは良かったですね。はい、あと中はこんな感じになってます。結構ね自動車以外のお客さんが多いかなっていう感じでしたね。あとはこんな感じですね。うん、まあ前にね、テレビもついてるしね、まあ、ここでねちょっとインターネットとかで情報収集しようかなと思いますね。うん、で外もね椅子に座りながらね景色を眺めることができますね。はい、で降りたらですね、佐田岬かなっていうところをねバイクで行こうかなと思いますね。ということでね、出発したいと思います。はい、でねじめ港に到着してね次の目的地に行きたかったんですけども、乗客のねおじさんにねすごいこと聞いてしまって、佐田岬ってねまあなんか通行止めみたいなんですよね。うん、でこの日が8月末で、9月の末にはねなんか通れるようになったみたいなんですけども、この時は通れないということで、じゃあどこに行こうかなと思った時に、都井岬っていうのがね東側にあるので、まあ、そこにね行くことにしました。いやおじさんが教えてくれてめっちゃ助かりましたね。はい、で都井岬に行くまでにね、道の駅串間かな、そこでねご飯をね、食べようと思います。で食べようと思ったんですけどもね、またまた休業でしたね。うん、やっぱしねこういう地方の道の駅はねなんか土日しかやってなかったりするのかなっていうところが結構きついところがありますね。うん、でねこのね道の駅串間に行くまでにねめっちゃトラブルがあって、先ほどの港のねねじめ港かな、あそこのところでねバイクのガソリンの残容量がね80キロぐらいあったんですよ。うん、で80キロもあるんやったらねそのうちガソリンスタンド見つかるやろうと思って走ってたらね、途中で高速道路みたいなところに、うん、乗って、うん、でねいつまで経ってもガソリンスタンドが見つからなくてね、もうガソリンから寸前でしたね。うん、フォルツァってね残りのね表示がね40キロ切るとね勝手に消えるんですよ。うん、残りの走行距離がね。うん、でこれはやばいと思ったところで、高速道路がちょうど終わって、でその近くにガソリンスタンドがあったんでめちゃくちゃ助かりましたね。で入ったねガソリンの容量がね11リットルやったかな。
フォルツァってね、カタログスペックでもね11リットルしか入らないんですよ。それがねこのレシート見てもらったら分かると思うんですけども、 11.2 リットルかなっていう風にね、もうほぼ空でしたね、うん、これはね近くにガソリンスタンドあってもうほんと助かりましたね。はい、でバイクをですね、しばらく走らせてると、まあ、車がいっぱい見えてきましたが、あ、ここがですね途中のですね展望台ですね。はい、ここにちょっとね、寄ろうかなと思います。はい、ここはね人気スポットなのかなんかわかんないけど、結構車が止まっててね人もね多かったですね。まあ、天気もねめっちゃ良くなったんで、はい、やっぱり展望台の近く来ると景色が良くなるとねやっぱテンション上がりますよね、うん、結構運が良かったですね。はいはい、ということで、バイクから降りてねいくつか写真をね、撮ってみました。ようこそ都井岬へって書いてますよね。小松ヶ丘広場かな、あ、夕日が見えるみたいですけどね、ちょっと夕日の時間に来れなかったですけどもね。はい、で景色はこんな感じですね。はい、皆さんどうですか。はい、めっちゃいいですね。ベンチが前にあってね、あそこに座ってね、もう風も結構強くてめっちゃ気持ちよかったですね。景色も絶景ですし、はい、で、展望台にはねおなじみの有料のね双眼鏡かながありますね。はい、で一番ね前に立ってね、写真撮ってみた感じがこんな感じですね。はい、これをまあ超広角レンズで、撮りましたって感じですね。いやーめっちゃいいですね。うん、でこの反対側はですね、まあ、山みたいなところがあって、そこ登るとね馬かながいっぱい、いるみたいですね。はい、ちょっとね奥の灯台まで行きたいので向こうの上にはね上がらなかったですけどもね。はい、でバイクをですね、東の方へね10分ぐらい走らせてると奥にね灯台があるんですよね。でそこに行くことにしました。で駐車場はねこんな感じになってますね。まあ、平日なんで、まあ、どこでもね止めれますね。まあ、空いててよかったですね。はい、ということでね、バイクを止めてね、でまず灯台に向かう前にね、写真を撮ってみました。やっぱしね、ビッグスクーター快適ですね。うん、何がいいかっていうと、ラゲッジスペースの中にね、ヘルメットが入るんでね、ヘルメットの盗難とかに合わないのもいいんですよね。で、全部ね、鍵がかかるところに入れれるというところがいいですね。シートバッグもいらないんで。はい、では早速ですね、灯台の方に行こうかなと思います。九州で唯一登れる灯台っていうことでね、でもたまたま行った灯台が九州で唯一登れる灯台でしたね。よかったっすね。うん、はい、でここでねチケット買うことになるんですけども、大人300円となってますね。はい、で中に入るとこんな感じですね。はい、めっちゃ広いですねここね。うん、で奥にね綺麗な白い、灯台が立ってますね。でまあ縦構図でも撮ってみたんですけども、ここの階段の近くね、なんかブーンっていう虫が結構飛んでてね、結構怖かったですね。僕結構虫嫌いなんで。うん、で上から見た感じはこんな感じですね。まあ、階段がちょっときつくなってるんで、まあ、高齢者の方とかね子供の人はね、まあ注意した方がいいと思いますね。はい、ではですね中に、入っていこうかなと思いますね。はい、暗いのでね気をつけた方がいいですねここね。では階段はねこんな感じで、まあ、そんなに階段はきつくないかなっていう感じですね。手すりもついてるんでね。はい、でちょっと登るとねこういったところに出れてですね、奥に見えるのがですねさっき来た、駐輪場ですね。はい、めっちゃ小さく見えますよねあそこね。はい、でこっちのね奥に行って景色をね見ることもできますね。はい、で、さらに登ってですね、ちょっと外にね、出てみましょうかね。はい、で外に出るとですねこんな感じですね。うん、今日はね外にね船とかねは通ってないみたいですけどもね、まあでも景色すごい綺麗ですよねこれね。で、一番上から見た階段がこんな感じ、すごいですねこれね。うん、でもね平日なんでね人がいないんでねほぼ貸し切り状態でねめっちゃ楽しめましたね。はい、でまあアンテナの近くに、来た感じがこんな感じになってますね。今日はね風も穏やかでねめっちゃ心地いいですね。うん、でまあ灯台ね降りて入り口のところまで戻ると、まあこういういつものね、双眼鏡が今回は3つあるのかなありますね。はい、ではですね、まあ灯台でね結構ゆっくりしたんですけども、まあ次の目的地にね向かおうかなと思います。その前に今来た道なんですけどもね、ここはねかなり景色いいですね。うん、こんな感じでね、うん、あの右側の山の緑もすごい綺麗だしね、うん、で天気もすごいいいし、で左にちょっとね青の矢印見えたと思いますが、自転車でね来るのもいいかもしれないですね。あの自転車のサイクリングの、あの目印だと思うんで、うん、で今からですね、どこに行くかっていうと、まあ、宮崎県のね、結構人気なスポットのサンメッセ日南かな、
ていうところに行こうかなと思います。やっぱしね、海沿いのね道路ってやっぱすごい綺麗ですよね。景色もいいですしね。淡路島一周した時もそうだったんですけども、やっぱしね走ってて快適ですね。ツーリングするんであれば必ずねこの海沿いのルートっていうのはね入れた方がいいんじゃないかなと思いますね。で国道ですね、448号線かな、ここの一部の区間が日南フェニックスロードかなっていうね有名な、ここもバイクのねツーリングロードになってるので、宮崎をね走る方はね必ずおすすめのね、道路かなと思いますね。はい。で、ここの道路もね、あの夕日が非常に綺麗な道路なので、まあ、今回ね日中行ってますけども、夕方もねおすすめですね。はい。でしばらく走ってですね、国道220号線かなを走っていきます。ここら辺からねポツポツとね、自動車が増えてきますね。やっぱしですね、サンメッセ日南かな、あそこが結構な人気スポットなので、そこに向かわれる人が多いのかなってた感じですね。はい、はい。で、しばらく走ってるとですね、まあ、ようやく到着っていう感じになりますね。はい。結構ですね上りがきついので、ここ歩いていく人いんのかな、結構ねバイクか車じゃないですね、結構きつめかなとは思いますね。はい、はい。で先ほどのね、入り口からちょっと上ったところから撮ってみるとこんな感じですね。まあ平日にもかかわらずね人気スポットっていうこともあって結構車止まってますよね。で標高がね結構高いっていうこともあって結構風は強めですね。はい、はい。で反対側の景色はこんな感じですね。まあ、これ結構ちょっとした登山ですね。で奥に建物が見えるのでそっちの方にね行こうかなと思います。で奥のね、ちょっとしたあのミニカーみたいなやつ走ってると思いますけども、あれは有料で利用できますね。はい。それではですね奥の方にちょっと歩いていこうかなと思いますね。でまずですね見えてくるのがこういうね、なんていうかな、このね、場所ね結構ね摩訶不思議なものがいっぱいありますね。後から紹介しますけど、でちょうどですね中間地点かなぐらいのところからの景色はこんな感じですね。まあ、奥に名物のモアイ像が見えてきますが、これはね最後に紹介しようかなと思いますね。で、こちらがですねサンデッキになってますね。はい。奥のね望遠鏡は有料でね利用することができますね。で、そのサンデッキから見た景色がこちらとなってますね。はい。いやあのね子供にもおすすめなんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっとブランコがあったりとかね、うん、で結構ね芝生も綺麗なんでね、うん、ではですね今まであのご飯全く食べてなかったので、ちょっと昼ご飯を食べるところがねもうちょっと上の方にあるので、そこに行こうかなと思いますね。はい。で頼んだのがですねカレーですね。はい。僕の旅行では結構ハンバーグ出てくると思うんですけども、ハンバーグと同じぐらい僕カレー好きなんでカレーを頼みました。でこのカレー結構美味しかったですね。うん、なんか見た感じですねご飯が少なそうに見えるんですけども、あの僕結構これでお腹いっぱいになりましたね。うん、はい。でこちらがですね宮崎の特産品になるのかな、マンゴーのジュースですね。はい。宮崎県はですねマンゴーが有名なはずなんでね、うん、これも結構美味しかったですね。うん、はい。それではですね先ほどのところからちょっと降りたところにねまたこういったね変わった感じの建物がありますね。うん、こういうカラフルなやつっていうのは子供が好きですからね結構ね。で、横から見るとこんな感じになってますね。これはでもここ夜空いてんのかどうかわからんけど、夜結構不気味そうですけどもねこれあると。はい。ということで、まあ、一番あの人気スポットのねよく観光雑誌とかでも出てくるモアイ像ですね。これがですね7体かな並んでますね。でねこれね近づいてみるとね一個一個がめっちゃでかいんですよこれ。で運よくですねずっと待ってて人が少ないカット撮れたんで、もうこれにしようかなと思いますね。まあ、完全に人がいないカット撮んの無理でしたね、うん、っていうぐらい人気スポットなんで。はい。っていう風にねこういう風になんか次から次へと人が来るので、まあでも景色すごいいいですよね。うん、でねすごいその下のね芝生もね整備されてるんですごい歩きやすいですね。なのでね子供とかがねまあこけたりとかする心配も少ないんじゃないかなと思いますね。やっぱし何カットか撮ったんですけども完全に無人のカットは撮れなかったです。はい。ではですね、まあ、続いては、まあ、宮崎県のね、北の方の延岡っていうところがあるので、そこでねホテル予約してるんでそこに行こうかなと思います。でね結構トラブルがあってね、高速道路乗るとね、まあ、こういう風にね雨が降ってきましたね。結構天気が悪くなってきました。はい。でねこのね高速道路しばらく走ってるとねまたまたこれでトラブルがありまして、
まあ、事故をしたね車両があるみたいでね、通行止めになってしまって、あの高速道路を降りる羽目になりました。はい、これがねかなりいらん時間かかりましたね。ということでね、あの下道でね、あの延岡まで行くっていう感じになってしまいました。なんか4日ぐらいでね8000円のね高速道路が割引されるプランに入ってるんですけども、これ意味ないですよね。事故をしたせいで乗れないということはね、完全に損したんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、なのでこれ奥の道路渋滞してるんですよ。はい、ということで今ホテルに来ました。今日がねホテルに泊まる最終日かな。明日はね船のフェリーで帰るんで、なので今日はねもう翌日のホテルの予約取らなくていいんですよ。なので今日は結構楽ですね。いや、それにしても今日は結構トラブルありましたね。一番最初のね、フェリー南急かな、行く前のルートがね、ちょっとアプリがなんか別の違うところに行かされて、それでちょっとロスしたりとか、あとはねそのフェリー南急のね乗る前に住民の人と話したんですけども、あの佐田岬かな、あそこがね通行止めになってるみたいで、で事前に聞いてよかったんで別のルートに変えましたけどもね、あの津戸岬だったっけ、名前忘れたけど、うん、そっちの岬の方に、あっちの岬結構良かったですね。ほんでその後はガソリンがなくなりかけ問題、もうギリギリやったんでね、11リットル入れましたけどガソリン、フォルツァって11リットルしか入らないんですよ。なので丸々11リットル入ったんで、もうガソリンがやばかったですね。高速道路上でねガス欠すると確か違反なはずなんで、ガス欠はねちょっと回避できてよかったかなと思いますね。で明日以降なんですけど、明日はね大分がどっかにちょっと寄ってからで北九州の方に行って、で船がですね夕方の5時かなに出発なんですけども、1時間前までに行かないといけないんでね、で4時には向こう着かないといけないんで、まあ、明日もほぼほぼもうバイクの運転のみになりそうな気がしますね。明日なんか天気悪いんでそこはちょっと気になりますね。晴れてくれればいいんですけども、今5日目かななんですけども全部晴れてますね。ほとんど雨降ってなかったんで良かったかなと思いますね。ということで、また明日になりますね。ということで、この九州一周旅も最終日になりますけども、まあ明日以降もね、見ていただければいいかなと思いますね。はい、ということでお休みということでお疲れ様でした。